豊橋平野豊川下流部豊川川口部の3、河口豊橋市のキャベツ畑豊橋平野は、愛知県南東部豊川下流部にある平野。東三河平野とも呼ばれる。面積は772平方キロメートル。東三河地方の豊橋市、豊川市、新城市、鎌郡市、田原市の5市にまたがっており、中心都市は豊橋市。 東三河地方最大の河川である豊川は、中央構造線に沿って流れており、両岸には2から3段の河岸段丘が発達している。豊橋平野は、三河湾に向かって、ラッパ状に広がっており、段丘上には、下流から豊橋市、豊川市、新城市の3市の市街地が形成されているが、それ以外の平野は全般に、農村地域である。 新城市付近から下流に向かって発達する中石平のその両岸に形成された段丘状の鉱石台地からなる。鉱石台地は左岸の豊橋台地と右岸の豊川台地に分けられる。さらに豊橋台地は標高50から80メートルの天白原長部、標高23から45メートルの天白原北、斜面、標高12から45メートルの甲子、原、 標高1.5から15メートルの豊橋市街地、標高1から1.5メートルの最低位面に分けられる。砂歴層が卓越している。北西には標高789メートルの本宮山を頂点とする断層崖が,けが形成されている。南東端には赤石山脈の新脈である弓張山脈があり、標高400から600メートルの弓張山脈は、 愛知県と静岡県の県境をなしている。愛知県内では、農美平野、岡崎平野と並ぶ重要な平野であり、先進的農業地域とされている。豊橋平野の中でも、定地部分は江戸時代から、新田開発が行われ、水田地帯となった。断球場はかつて火事の火器の産地だった。百六十八年には、大地や 丘陵の部分に豊川用水が開通し、スイカ、白菜、キャベツなどの野菜の産地となった。現在は根菜類、洋菜類、家系園芸が盛んである。豊川流域の中石地では頻繁に洪水が起こっていたが、1965年に豊川放水路が開通したことで水位が安定した。豊川川口部の厚み湾岸は埋め立てられ、 重要港湾に指定された三河港を中心とする工業地域となっている。ありがとうございます。